してくれるのですか？ここでいいのか、ランタノール。そうそう、ここなのよ。あ、そうか、よかった。しばらくここにいれば力も元に戻ってこの世界を照らすことができるようになるわ。しかし、なぜ牢屋に閉じ込められていた？それは僕にもわからないのよ。確かに昔はこの世界を照らしていた、それだけは覚えてるんだけど。さすがに十数年前のことは覚えていないか。確かあれは14年前、僕はこの世界を自由に照らしていたの。だけど気がついた時には牢屋にいて火も消されていた。そして火を灯す力も奪われていたの。そうか。しかしこの世界の人たちはそれで大丈夫なのか？暗くて。それは大丈夫なの。僕たちこの世界の住人は光がなくても不自由はないわ。僕がこの世界を照らす理由、それはクロアのように外の世界から訪れてきた人のためなのよ。俺のため？そうよ。というか説明する必要なんてないんじゃない？実際この世界が見られなくて困ってるじゃないの。まあそうだ。僕はね、外の人を。どうした？クロア、危ない！ランタノール、俺をかばってくれたのか？クローシェ様、なぜ攻撃を？本当に火種を見つけてくるとは思わなかった。こうなったら力ずくでも消し去るまで。待ってください、クローシェ様。俺にはさっぱり意味がわかりません。この世界を明るくしたら、俺がクローシェ様のためにコスモスフィアにダイブしに来ていることを認めると言ってくれましたよね。なのになぜ俺たちを攻撃するんですか？それはこの世界を攻撃するなんてありえないことだから。話が全然違いますよ。第一、この世界が暗くなったのは誰かに火種を奪われたからで。明るくするなんてできるわけがない。クローシェ様、無理だと思ってたのに、あの怖い牢獄から火種を持ってくるなんて絶対にできないと思ってたのに。なのになぜあなたはそう簡単に持ってきてしまうのよ。せっかく誰も取りに行けないところに隠したのに。クローシェ様、もしかして火種を隠したのって。私、あなただったのね。僕をあんなところに閉じ込めたのはひどいのよ。どうしてそんなことを。ど
残してって、そんなこと言えるわけないでしょ。私の心を占領されるきっかけをどうして私自身があなたに与えなければならないの？占領って、俺は別に占領しに来たわけでは。騙されるものですか？なぜそこまで拒絶するのですか？なぜですね。そんなこともわからないでよく私の心を犯しに来たわね。私の心を犯したいなら理由ぐらい自分で考えてみなさいよ。クローシェ様が明かりを灯したくない理由。そう、全ての存在は私にとって敵。確かにそうかもしれませんね。私にとって本当に信じられるものは私の意志と私が生み出し残している仲間だけ。その気持ち分かります。他人なんてどんなに優しく接してくれても所詮は私を利用しようとしているに過ぎない。それもあると思います。あなただって結局私に命令されて入ってきたのは私を利用して自分がのし上がろうとかそういうことを考えているからでしょ。そういう考えはありませんが、確かに一つだけ利用していることはあります。ほら見なさい、結局あなたも私を言いくるめていいように利用しようとしてるだけじゃない。俺が利用しているのは親しくなることでよりクローシェ様の心を癒せる相手になれるんじゃないかという点です。何それ、私に気があるってことかしら。いえ、そういう意味ではありません。俺はクローシェ様を守る任務を与えられた騎士です。確かに職務を全うするだけなら事務的に敵から守り続ければいい。ですができる限り一緒にいて安心できる騎士でありたいとも思っています。少しでもクローシェ様のことが分かって、分かっているからこそ気を利かせられたり気遣いできる、そんな騎士でありたいのです。綺麗事。そうですね、確かに本音を言えば他にもありますよ。クローシェ様と仲良くなったらかっこいいじゃないですか。騎士として巫女様に認められるなんて最高の名誉です。周りからも尊敬されるでしょうし。ですがそういった本当に利用している分も含めてクローシェ様に対して思っている気持ちも受け取ってほしいです。少しずつご自身で許せる範囲でいいんです。俺もクローシェ様の前では正直でいることを決めてますから。あなたと話していると疲れるわ。すみません。私の攻撃をかわして言ったことを実行してきて、まさか本気で火種を持ってくるとは本当に思ってなかったわ。俺は本気でしたよ。自分の気持ちが本当だということを分かってもらうために何でもしようと決めていましたから。そこまで言われたら許さないわけにはいかないじゃない。え、私とてミコという立場にある身、約束を破って平気でいられるほど恥知らずではないわ。いいでしょう、この世界に火を灯すことを許します。ありがとうございます。ですが約束して、この世界にあなた以外の人が入ってこないことをあなた自身が約束して。あなたには見せられても他の人にはまだ見せる勇気は。わかりました、全力で対応しますから。それとあなたに見せる範囲もかなり限られたものであることを忘れないように。全部見えているなんてうぬぼれたことを思わないで。もちろんわかっています。最初は少しでもいいんです。この周りが灯せるだけでもいい。クローシェ様が俺のために明かりをつけると決めてくれたことが嬉しいんです。別にあなたのためじゃないわ、そういう約束だったから。ただそれだけ。
分かってます。分かっていればそれでいいわ。うわー、火が灯ったわ。明るくなった。いいこと、あなたとの約束を守っただけよ。もしこの世界で私を傷つけたり裏切ったりしたらすぐに追い出すから。はい、そうならないように頑張ります。せいぜい頑張りなさい。クロア、ありがとう。よかったな、ランタノール。うん、これで僕も今まで通りの力を発揮できるわ。これは一体、光の束が。あら、びっくり。まさかパラダイムシフトを起こすなんて。パラダイムシフト？そんなことも知らないのね。パラダイムシフトというのは、クローシェの心があなたを受け入れた証拠よ。受け入れられたあなたは、今よりも少しだけ深くクローシェの心の中へ入り込むことを許される。とは言っても、現実世界にはそんな大きな変化はないんだけど。今回は、俺を受け入れてこの世界を明るくしたことがパラダイムシフトの理由という…おおむね当たりなんじゃないかしら。パラダイムシフトが発生すると、より深層真理に近づくことができ、それによってより強い魔法を得ることができるわ。それがダイブと言われる行為の本質。レイバテイルとダイバーが分かり合うことで心を許し合い、強い歌魔法を紡いでいく。なるほどね。それでこれからどうしたい？クローシェと一緒にストーンヘンジへ行く。そして光の中にクローシェが入るのよ。そこで初めてパラダイムシフトは完成する。分かった、ありがとう。あなた本当に淡白。一つだけ忠告、淡白な人ってダイバーには向かないのよね。覚えておく。
endless current, my zombie, you endless current.